はい、皆様、こんにちは。早いものですね。2020年も、とうとう、師走、12月に入りました。今年はね、本当に暖かいですね。雪も全く降りませんし、だんだん、年々ね、暖冬になっているかなっていう感じがします。さて、この1年、振り返ってみますと、どうでしょう。もうね、今年1年といいますか、昨年の暮れからもそうですが、コロナに始まって、そしてまた今、新たな段階に入った、コロナ禍の問題に、直面しておりますが、まだまだ収束しそうにありませんね。今はまた新たな、ワクチンの、問題、に突入しているということなんですけれどもね。まあ、いろいろ大変な時期をお迎えの方もいらっしゃると思いますし、お家でね、なかなか外に出られないという方もあると思います。で、コロナについてはまたいろいろお話を過去にもしてまいりましたけれども、どうぞ皆さん、ご自分の、まず、免疫力を、信じましょう。そして、免疫力を高めるということをまず中心に考えたいと思います。もちろんマスクや手洗いやうがいといった基本的なね、対策っていうのは必要だと思いますけれども、ただ、くれぐれもそれによってですね、コロナうつという、なんかもう世界が真っ暗になったというような考え方は必要ないということで、皆さんもご自分の世界、未来を見てください。こういう時期もあります。全人類の歴史の中には、もう数限りなくですね、こういう時代を乗り越えてきた、私たちには遺伝子があるんですね。ですから、その勝つか負けるかという問題ではなくてですね、ちょうどサーフィンではないけれど、大きな波が来る時もあります。小さい波の時もあります。でも、それに、対応しながら、対応するという、そのエネルギー、その考え方、それがですね、私たちを進化させていくものだと思います。大変な時は大変なように、そこで知恵を使っていくっていうことが大事じゃないでしょうか。ただ、黙ってね、誰かがやってくれるのを見ているというのだけは、避けたいですね。残念なことです。せっかく人間に生まれてきたんですから、創造性を使いたいというふうに思います。さて、この一年を振り返ってもですね、いろんなことがありましたが、私もですね、さらに、それより、もっと昔のことを振り返りますとね、もう早いもので、そうね、20104年ぐらいからスタートしたんだと思うんですね。11月頃からかな。で、そうしますともう6年近くやってきたということになります。で、その間、まあ、いろんな方にね、いろんなメールや質問などをいただきました。そして、それをですね、なんとなく振り返って、こう、読ませていただいたり、記録を取ってあるんですけれども、まあ、読み返しますとですね、もう本当に人間って様々ないろんな、ジャンルで、そしていろんな角度でいろんなものを見てきましたから、それぞれの悩みというのがあるんですね。で、悩み自体はもういろいろなんですけれども、これを全部総じてこう見ていくと、気がついたことがあります。で、それはどういうことかっていうと、すべての人々が、まあ、地球人ですよね。地球に来て、我々、本当に地球で生まれ変わって、何万年も、あるいは何十万年も来たかもしれませんよね。その間に、私たちの意識はどういうふうに変化していったんでしょうか。しかし、その中で、地球という物質ですね、物の世界に、まあ、宇宙から魂はやってきて、この中に入るって言い方もちょっとおかしいんですが、私たちの肉体というものを、まあ、ドライブしながら、使いながら、人間の生活をやってきたわけなんですけれども、宇宙へ戻った時もありましたが、だん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 この地球での生活に慣れていきますとね、
どうしてもこの制限があります。で、物質っていう枠がありますよね。肉体という枠があったりして、そうすると物事を考えるのにその枠の中でしか考えられないようになってきます。で、本来は全く関係なかったんですね。自由だったんです。で、自由な世界から、まあ、地球へ降りてきます。で、なぜ降りてきたのかって、一番最初になぜ降りてきたかっていうと、簡単に言うと単なる好奇心です。地球に行ってみたいなっていう好奇心だと思うんですね。で、それを、見ながら私たちはやっぱりその、この新しい星で、それぞれの、まあ、ふるさとの星から来られた事情も抱えていた人たちも、来た魂もあると思うんですけれども、いろんな方が、この地球に舞い降りて地球人になっていきましたね。で、その中で、一番こう長い時間をかけて、作られていった地球人のその意識の中で、思考、それから想念、考え方、そしてそれによって生まれた感情なんですね。で、簡単に言うと、この宇宙から見たらこの地球っていうのは感情の星です。羨ましくもありですね。悩ましくもありという、そういう問題だと思います。で、この地球人として長くここに生まれ変わって輪廻してきた者たちにとってはですね、辛いというネガティブな感情から解放されない悩みがありました。そしてこれを一刻も早く、その削ぎ落としたい、ここから、まあ、脱却したい、つまり下脱したいという思いが強かったようですね。で、そのためにどういうことを、人々がやってきたかということですが、初期の人たちはですね、割り方その宇宙に、帰ると宇宙意識とつながるということがあったんですが、本当にもうとにかく膨大な量のですね、そのエネルギーの歴史がありますから、生命の誕生一つにしてもすごいわけです。38億年の歴史があります。その中で、人類ホモサピエンスとして、ここに誕生するということになってですね、まあ舞台は大きく変わっていきますね。ですから、この地球上だけの形状の変化ということを見れば、進化ということになるのかもしれませんが、宇宙意識そのものから見たらですね、新しい世界、まあ、この地球という限られた物質の世界で、感情というものを、まあ、どういうんでしょう。ツールとしてね、もう一度宇宙意識へ、本来の自分たちの持っていた意識に帰ろうとするプロセスの途上にあると言っていいかもしれません。で、しかし、この地球上ですね、今、コロナ禍で世界中大変なことになっています。今までの暮らし方が一変するわけですね。経済的にも、もちろん、そして病気で、まあ、その感染して、今、病床に伏せていらっしゃる方々。そして、まあ、高齢者の方々でですね、このコロナと戦っていらっしゃる方々もいらっしゃいます。また、中等症の人もいるし、軽症の人もいます。自覚症状のない陽性の方もあります。しかし、それぞれがそれぞれの生き方をもう一度見直さなければならないっていう状態になってきました。これは大きな地球の集合意識という、私たち人類がどのように今の地球からですね、地球を、どのような方向に持っていこうかという、いけるかという、そういう可能性があるかということを、如実に、一人一人が振り返らなければならない時代に来ています。そういう意味で、今、アセンションといいますか、次元上昇という意味においては、人々の意識がですね、いい悪いは、元よりですね、そういうことではなくて、一体自分は誰だったんだろう、何のために地球に来たんだろうということをね、一斉に知る必要がある時期に突入したと思うんですね。そういう意味で、
地球はすっごく地球のバイブレーションは上がってます。加速してます。まあ、アセンションにもうものすごいスピードでね、突入しかけていますね。で、こういう時期にあって、私たちは今地球に生を受けて、生身の人間としてね、生活をしているわけですよね。で、皆さんそれぞれの現実の生活に取り組んでいらっしゃるわけですけれども、やはり辛くなると心が病んできますから、なんでこんなことになったんだろうとかね、どうしてこの家族だったんだろうとか、なんでこの仕事になっちゃったんだろうとか、まあ、いろんなことを考える、ある意味チャンスなんですね。ですから、これまで何万年の歴史の中でですね、こんな時代はありませんでした。そして、このようにですね、世界中に、まあ、グローバリズムっていう世界も、一つの大きな、なんて言いますかね、影響を与えたと思いますけれども、世界中にいろんな人種の方々ですね、言語、文化、宗教、全然違う人々が、もう自由にこの地球上を行き交うことができるようになったわけです。で、それだけでも、もう大変な情報が世界中に溢れることになっていくんですね。で、こういう時期というのは、他の星のアセンションでは、こんな状況は見られなかったと思います。これほどの人口でですね、もう今世紀の終わりには105億を突破すると言われる、この地球人口なんですけれども、そういう人々がですね、お互いに、まあ、種族といいますか、人種、宗教、様々なその文化の差を超えてですね、昔もありましたけども、その、結婚をしたりとか、そしていろんなところへ自由に行ったりとか、まあビジネス、お仕事であちこち行ったり、留学をしたりとか、こういうことはなかったわけです。で、なかったということは、それだけ問題も多く発生するということになります。ということは、いろいろ考えなきゃいけないってことなんですよね。だから、私たちは今、進化のある意味、進化と言っていいかどうかわかんないですが、本来の自分に戻る、その、枠があるとすれば、その中の進化の、一途を辿っているということが言えるかもしれません。で、そこに至ってですね、ふと自分たちどこから来たんだろうとか、ね、何しに来たんだろうとかっていうことが考えられるようになったということがすごいんですね。はい。ですから、自分が何をしに地球に生まれたのか、多くの人が、この疑問を持つようになりましたね。これも一つの大きな進化です。そして、そこに至るまでにはですね、多くの方が様々な心の痛みや、まあ、体、心、すべてね、人間としての、痛みや苦しみ、そういうものを抱えるようになってしまったので、これを機にですね、一体私とは何ぞやっていうのを、まあ、見てみようということだったと思います。そして、まあ、様々な問題が発生します。もう、それこそ本当にいろんな質問を受けました。もう、読んでるだけでも面白いと思うようなこともいっぱいありました。それから、宇宙はどうなってるんだっていう質問を、ご質問もいっぱいいただきました。でも、私たちが、この体を持ってわかるっていうのは、せいぜい身の回りのことです。家族のこと、ね。そして、まあ、職場のこと、そういうことわかりますけれども、たったそれだけの中でも、ものすごく大きな問題を抱えているわけですよね。ですから、今日はですね、その、まあ、人生だけじゃない人間の発生も含めてでありますが、まず、簡単に言うと、私たちなぜここに生まれてきたかっていうことは、生まれてこなければならなかったという、本来はそういう意味ではありませんでした。人々は長い間地球に留まって、ここからですね、アセンションできなかったがゆえに、地球の考え方が染みついてしまったんですね。思い込みですね。そして、だん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 宇宙って言っても、宇宙はエネルギーの法則にのっとってと言いますか、その自然の法則のように動き続けてるんですね。変化というか振動をしてね、
変わり続けてるわけです。もう永遠にそうですね。で、私たちが、その、希望するような形にはなかなかならないわけなんですね。で、その、どうしてかというと、人間ってね、自分たちの人間社会、例えば、人間社会って言っても、世界は広いですよね。で、その中の、まあ、日本人の常識みたいなのがあるでしょ？あるいは、外国人の常識、全然違うわけですね。住んでる国も、気候の状態も全部違う。だけれども、私たちはどうしても自分が生まれて、まあ、生まれ育った環境、家庭で教えられたこと、そして体験したこと、嫌なことも苦しいことも、愛されることも、そうでないこともね、虐待を受けることもあったかもしれません。そういうことを通して、経験を通して、自分で作り上げた世界。それが自分の世界になってしまってるんですが、で、これが、まあ、小さい時に、こう、心に、まあ、受けたものってありますね。で、それでもって大きくなります。だんだん、こう、社会性が出てきて、友達ができたり、まあ、恋人になったり、結婚したり、仕事をしたりということで、違う人たちの生き方にも触れていくわけですけれども、しかし、強烈に残ってるのは、やっぱり子供の時の体験ではないかなと思いますね。無意識に、まあそれを持ち運んでいます。そして、知らず知らずのうちにそれが基準になっています。特に親から受けた影響とか、それは、いい場合もあります。素晴らしい影響を受けた場合もありますが、極端に怖い思いをした場合には、それがなんとなく基準になって人を見たり、世の中のことを見たりしますから、そういう、なんと言うんでしょう。基準というのが自分の中に出来上がってくるわけですね。自分の常識っていうのが、出来上がってきます。で、これで社会に出ますと、人と違うので、まあ違うっていうことを受け入れられればいいんですけれども、もう人間って面白いわね。自分が見る世界はみんな自分の世界として見てしまうのでね。衝突しちゃうんですよね。で、うまくいかないんですね。で、思い通りにいかないことに、まあ、悩むという世界じゃないかなと思います。しかし、この私、前の、このお話の中でもですね、この地球上もそうですが、職場も、それから、家庭も、みんな、ある種、動物園だよって言いました、ね。動物園なんです。そうなんです。あなたの働く場所も、家族も動物園。というのは、一種類の動物しかいないんじゃないんですね。家族は一種類の動物じゃないんです。全部来た星が違います。もう、その、由来が違うというかね。そして、ただ来るために、その二つのことが大きくある。挙げられますね。一つは何かと言いますとね、私たち大元に帰るという使命があります。自分が自分の中に持っている使命ですね。使命は、この地球上で有名になるとか、何か大きなことをするとか、そういう意味ではありません。私は、私という本来の宇宙意識を取り戻して、自由であったっていう世界に戻るっていう、それをずっと繰り返してきたんです。何万年も。ですから、そこへ戻ろうというのが一つ。もう一つは、輪廻という形で地球に来てしまいました。で、それは、後々にですね、地球ルールに縛られた人たちが、この地球ルールの枠を超えられなくって、その中で、非常に小さく、その、圧縮されて、ストレスを受けて、そこから帰れない。そして、肉体がね、時期を迎えて、まあ、普通に言う死んじゃうんですね。で、ところがそれで解消してないもんですから、かといって他の周波数の、高い周波数のところ帰れないもんですから、待機してるんですよ。で、そういうのを、まあ、待機して、また、生まれ変わるということでですね、完全にその解放された意識の状態に戻らないでね、いわゆるなんていうのか、中の世界、バルドの世界という、まあ、中間的な世界ですね。に漂ってる、魂たちもいっぱいいたわけです。で、そういうものたちが本当に、
その万全を期してですね、そして自分のプログラムを最後に持ってきます。今回ですね。それは地球というルールの中で自分を縛り上げてきた、そして自分にストレスを負荷をかけてきた人生から脱却したいという思いです。なぜそういう思いを持つかって言ったら、ほとんどの人がそういうふうにその時代時代を、超えてですね、生きてきたわけですね。そして、まあ、死にます。スピリットです。霊ですね。それが外から自分を見るという形になります。そうしますと、そのスピリットは体を使っているときはよくわからないんです、自分のこと。もう好きとか嫌いとか、いいとか悪いとか、正しいとか正義とか、そうじゃない、ね、罪意識とかですね、被害者意識とか、もうそういうことになってぐっちゃぐっちゃになってたんですね。それをスポンって向けてしまいますとね、上から見ると、あら、こういうことじゃなかったんだわ。私、こういうふうに思い込んでたんだわ。っていうことがわかるんですよ。でも、それから完全にまでクリアにならないので、完全に高い周波数の方へね、移行できなかったんです。そこで、中で、こうバルドで待ってるケースが多いんですね。昔はね、そうでした。そして、そこからまた、今度こそということで、ほとんどの方がね、このお母さん、このお父さん、この兄弟というように、そういう者たちにですね、自分の過去生での、まあ、いわゆる考え方の癖ですね、どうしてもここはクリアしなきゃいけないっていうところは重要な人たちにやってもらいますから、ほとんどが、まあ、お父さん、お母さんを中心に、私が一番転換したいところを逆パターンで、まあ、言い方はおかしいですけど、悪役みたいにね、なところも演じてもらう。また、あ、ここはすごいなっていうところも演じてもらう。その両方を持った形で、両親を選んでいきますね。で、両親を選んでくるっていうことは、何のためかって言ったら、私が過去からですね、ストレスを受けて、自分で自分を変えられなかった、脱却できなかったテーマを、今度は自分で自分を見るの難しいので、周りの人に演じてもらおうということで、そのお母さん、お父さん、兄弟とか、配偶者とかで選んできましたっていうのが今の家族制度だったんです。ですから、このお母さんは優しかった、ひどかった、私にひどいことをしたとか、虐待したとか、あるいはお父さんはこうだったとか、っていうような、こういう人でしたっていうストーリーだけではですね、意味がないんです。それは自分から見たら、このお父さんを見たときどう思ったか、どんな感じだったか、ということ。それを恨みつらみではなくて、客観的にこのお父さんを見たときに、ああ、こういうお父さんにはなりたくない。で、逆にこのお父さんの生い立ちを知ると、ああ、かわいそうなところもあったなって、育ってないなとか、そういう部分があったなっていうようなことに気づいたりするんですよね。そうでしょ？ですからあなたの周りは、そういう人たちで溢れているんです。ね。これね、いつも書きましたけれどね、ちょっとマジックを一つもらいましょうか。ね。もうこれ、復習なんですけれどね。はい、ありがとうございます。そう。自分はね、もう何度も何度も転生してきたんですよ。生まれ変わって、生まれ変わってね。1回、2回、3回、4回。そして、そのたんびに、体から抜けると、ああ、私、こういうね、今書いてますけどね、こういう問題起きたわーって、残念だったって言いながら肉体だけが、ね、終わって、生まれ変わるの。こう何万年も経ったの。例えば、一つの銀河周期を考えると、2万6000年はざっくり経ったとしますよ。うん。わかりますね。はい。わかるかな？はい。そうするとですね、ここに、太郎さん、ね、よしこさん、でいいんですけれど、こうやって生まれ変わってくるわけね。今度は日本人になってきました。これがアメリカ人だって、アフリカ人だってあるんですが、そうすると、ここの、
この部分ですね。黒いところっていうのは残念、残念、残念、クリアできなかったわ。で今度は日本人の太郎さんとして、あるいはよしこさんとして生まれてきましたよ。ね。そしたらですね、このいろんな A、B、C のいろいろパターンがあるんですが、ここは A、B、C、D と1台で何万年分を1回でやりますよって約束して、この人は太郎という名前をつけてくるんですよ。そしてね、ここね、あら、ごめんなさい。ね、人生があるじゃない?これ。全部の人生だとするとね、これが50歳ぐらいの時、ね、これが100歳まで生きるかどうかわかんないですけれども、この、こういうことかな。はい。そうすると、最初のところですね、50歳ぐらいまでの間に、この ABCD が出てくるんですよ。過去でやった、クリアできなかったカルマです。カルマって何かっていうと、あなたのものの考え方の癖、思考、想念、かつての想念ね。で、それによって感情が生まれましたね。無意識のうちにこの人の感情のパターンが、刻まれていったんです。潜在意識に。まあ、汚い字になりましたね。すいません。そうすると、この感情のパターンが刻まれていって、無意識にですね、何かがあると条件反射みたいにすぐカーッとなっちゃう。パニックを起こすとかね。何か自分が予想してたり予定していたことが、その通りにいかないとカーッとなっちゃうとか、恐怖心が出てくるとか、そういう癖がある。人ってあるわよね。あるいは何か言われても、まあ、ゆっくり考えようかなっていうタイプもあるし、そういうふうにいろんな、こう、性格の違いってあるじゃないですか。それって、こう、過去に、こう、いろんな癖がついていたんです。しかし、それでもってですね、結構大変だったので、今度は、私、この一台でこれをクリアにしますよ、と。そして、この感情のパターンで大変苦労したので、ここでですね、解脱できなかった。つまり心の中に平和が蘇ってこなかったので、やり方変えますって言って、どうしたか。今度は最後のチャンスだよっていうことで、私という人は、今回の地球で、まあ、ここは日本ですけれども、日本に生まれてこようということでですね、ここに配置してきます。いい?お父さん、お母さん。特にあなたの大事なところは、お父さんとお母さんに投影してもらいます。そして、兄弟。ね、兄弟のいない人もいますよ。ね、妹や弟。そして、配偶者ですね。夫や妻になる人。子供たち、他にも祖父母という人たちの他にですね、お姑さんなんかもここの中に入りますね。そうすると、こういうふうにぐるーっと回ります。うん。わかりにくいかな?ほら、こうかしら。あ、見えないね。こっちです。もう、すみません。はい。はいはい。で、こうやってぐるっと自分を取り巻いてますよね。はい。これはね、自分で計画したんですよ。で、このお母さんお父さんはですね、あなたにとってとてもキーマンなんです。特にね、すいませんけど、青か赤のマジックも。うん、はい。キーマンなの。はい、すみません。はい。そうすると、これ丸じゃない。ね、丸バツ、丸バツ、丸バツ。うん。見えます?今、丸バツって書いてるんだけれど、これ何かって言ったら、自分から見たお父さん、自分から見たお母さん、そこにはお父さんのいいところ、お父さんの大嫌いなところ、お母さんの嫌なところ、ね、お母さんのいいところありますが、問題は罰のところです。
この罰のところはなぜこの罰がついてるかって悪いという意味じゃないんですね。大事なところで私の過去性でやってきた部分を引き出してくれるという、この時代のことを思い出させてくれるというために、このお父さんお母さん、一番長く一緒に過ごす、ね、人たちに演じてもらうという配役だったんです。ですから、あなたの中にですね、非常に辛かったりする時代があったとします。親子関係とかね。まあ、お父さんとの関係もあるでしょう。あるいは病気だったりすることもあるでしょう。いろんな事情で、ね、お家でお母さんに育てていただけなくって、よそのお家に行かなきゃいけなかったとかね。そういうこともありますよね。で、子供としてはすごく辛いっていうことがあったんですけれど、それはですね、ちょっと客観的にそういうふうに私の過去性を一人ずつ演じてもらうということが必要だったんです。私は父のような過去性を送ったこともあります。母のような考え方の時代があって、それで残念と思って死んでいった時があります。ね。で、あるいは夫や妻のような時代もありました。あるいは、子供たちのような。子供っていうのはね、基本的に自分の進化系なんです。ですから自分ができなかったことを、ほらね、お母さん。簡単にできるよって言ってね、やってみせてくれたりする存在です。ですから、基本的にあなたは自分の両親にとっては進化系なんですね。そして、今度は、あなたの子供たちはあなたにとっての進化系を見せてくれるんです。まあ、そういう、仕組みになってたんですね。で、これをですね、こういう配置にして、自分の過去でのなぜこういうことかということを知るためには、この両親や、自分を取り巻く肉親たちですね。例えば結婚した場合は、ご主人と結婚した場合、ご主人の、お父さんお母さんも含めてですよ、いわゆる一般に言われる嫁姑の問題とかね。で、いろんな問題が出てくるじゃないですか、そこでね。そうすると、その問題っていうのは実はですね、自分のカルマ、自分の世界を知って、そのアセンションするためのですね、ファクターなんです。大事な要因なんです。この人たちがいないと、私って誰ってわかんないんです。だから、生まれる前に演じてくださいね。私にも過去があったとします。そうすると、そういう過去で、辛い思いをしたり、我慢したり、あるいはある時は、人に対してね、攻撃をしたり、裏切ったりしたこともあるかもしれません。それは悪いことをしたとか、いいことをしたという地球の判断ではないんです。その時、その時の精一杯。そして、その時どんな思いで当たったかっていうことが大事なんですね。ですから、ここで、誰がどんなことをしてくれたかって見るんじゃなくて、人の言葉、親の母親、父親の言葉に、私はどんな感情が出てきて、それに対して自分がどういうふうにそれを処理できるのか、できないのかっていうことを見るためだったんです。ですから、触媒と言います。やはり自分の潜在意識の中にすっごい怒りとかいろんなものが溜まってるんですけれど、だんだん勉強をしますよね。知性が上がってくるとそういうの出しませんね。いやいや、私にはそういう、もうその怒りも何もありませんってなるんですけれども、本当ですかって。うん。ある時期が来たら、本当ですか？あなたは立派に今自分の人生を、アセンションに向けて言っている。そして、自分というのをちゃんと肯定してます。自己肯定もやってますっていうふうに、いろんな勉強をしてですね、自己啓発をやったり、自己肯定をやったりして、自分なりにいろいろ努力して勉強をしていった。ですからもう私は大丈夫ですっていうふうに思いたいのね。でも、今回一回でやるということは、どんなミスもしないっていうふうに自分でプログラム立ててるので、これで大丈夫だと思った頃にですね、ああ、私は幸せよ。病気もないし、生活も順調だわっていうことを
いうところにですね、その頃にドカンと何か。これはね、宇宙のエネルギーの法則なんです。だから自分のエネルギーが上昇気流に乗ってるから、いいやいいや、調子いいぞって思ってても、上がってる時っていうのは、もう一つのですね、影のエネルギー、悪いんじゃないんです。ペアになってますから、コインの裏と思ってね。片一方のエネルギーも、まあそれを簡単に光のエネルギーと闇のエネルギーというふうにこう使ったりしますけれども、その光が上昇するっていうこと、光に行かなきゃってみんな一生懸命光の方へ、方へと修行するんですけれど、これはね、実はゴールにたどり着けないんですね。どうしてかというと、必ず光のエネルギーが強くなれば、闇のエネルギーも強くなる。悪いという意味じゃないんですね。これ、克服するという、我慢して克服する問題じゃないんです。どうやったらですね、自分の中で意識がフラットになるかっていう問題なんです。ね、いいことを一生懸命善行を積んで努力をして、そして忍耐して我慢してですよ。そして、苦労して苦労して頑張って、私はここに来たんだっていう人は、それなりに自分を認めることができるんです。しかしそれが人間の世界の正しい方向だというふうに思い込んできたと思います。うん、で、それをやってみるとですね、あるところまでは行くんですね。結果はね、もちろんね。でもある時、とんでもないことが起こることがあるんです。それがわからなかったんです。うん、突然ね。どうしてかというと、一つのことが物事が起きれば、もう一方にも必ず同じエネルギーが出てくるんですね。で、それをですね、物事を、まあ、見方によっては二項対立。対立するエネルギー。片一方を、抑えないといけないっていうふうに考えてしまったのが、残念ながら、この人間たちなんですが。で、それを繰り返して繰り返して頑張って頑張って人のために尽くして尽くして裏切られて死んでいくみたいな、そういうことがあって残念で残念で悔しくて悔しくて自分の感情を解放できなくて死んだんですよ。ね。でも、その頑張ったっていうところが、なんか向こうの世界に来ますとわかりますけどね。頑張ったのは頑張った。それは自分で認める必要があるんですけれども、統合までいかなかったんです。それは自分を受け入れるということができなかったんです。こんなひどい目に私を合わせた人を許すわけにはいかない。そこにポイントがあったんですね。人間のポイントはね、地球人のポイントです。しかし、宇宙のポイントはそうではありませんでした。その感情をずっと抑えていただけで、私にはもうクリアできたんだ。解脱できたんだという思い込みです。そこをですね、本当の意味でバランスを取るということを知らせるためには、厳しい環境で厳しいことを言ってきたり、辛い目にあったりするっていうことで、確認を自分が自分にさせていたんですよ。自分で起こした世界だと誰も信じたくないです。でもね、本当に高い意識に戻るには、ここの大掃除が必要だったんですね。ですから、これで大丈夫と思うときに大きな事件が起きたり、大きな病気になったりするんです。ね。それをですね、悪いことが起きたと思ってたから、辛かったなっていうことだったと思います。でも、そうじゃなかったんですね。皆さん、は、思い込みっていう世界に生きてるっていうことがわかると思います。そしてその中で今まで長い間、力による支配です。力っていうのは、支配っていうのは、ある意味ですね、他者を、他人ですね、他者を支配するっていうのばっかりが支配ではありません。自分が自分を力で、自分を抑えていくっていうことを意外にみんなやってるんですよね。うん。つまり自分に我慢させるんです。
そして、ああだからこうだから、ああだからこうだからと言い聞かせながら、自分をなだめてなだめてですね、蓋をしていったんですね。で、それが賢い人だというふうに思われていたんです。しかし、今、この時期、この時代、もう特にコロナの影響を受けてから、我慢できない人たちが世界中に溢れました。これ悪いことのように見えますが、本当はね、いいことでも悪いことでもないんです。エネルギーは強く抑えられれば抑えられるほど、もう一回それが爆発する。という一つの、感性の法則があります。自分の中からね。そうすると、何をもって受け入れるかっていうことです。じゃあ私が悪い、私にも悪いところがあったんだからっていうふうな考えを持つといいんだというふうに錯覚されてますよね。いいか悪いかじゃなくてエネルギーの法則だけです。はい。そういうふうに見てください。そうすると、その代わり知らなきゃいけないことがあります。お母さんの生い立ちです。お父さんの生い立ちです。おじいちゃん、おばあちゃんの生い立ちです。夫の生い立ちです。生い立ちは育ちがいいか悪いかの問題ではありません。その人がどんなにお金持ちの子供であってもですね。どんなにお父さんお母さんが高い地位にあっても、その子供がそのお母さん、お父さんとの間でどんな思いをしたかです。お父さんお母さんは立派な方で外で働いていました。で、自分はお家に帰って鍵っ子でした。あるいはおばあちゃんが見てくれました。おばあちゃんもいなかったので、近所のおばちゃんが見てくれました。いろんなケースがあると。その時、お母さんがいたらな、悲しいことがあって学校から帰ったらお母ちゃんって、ね、わーんって抱きついて泣きたかった。でもできなかった。あるいは逆に兄弟が多くて、ですね、あんたは長女なんだから、他の下の子供たちを見なさいよって言うんで、自分が泣きたくても泣けなかったなんてことがありますよね。そういう子供たちいっぱいいたはずです。そういう子たちが一斉に、ほら、大きくなって大人になった時に、我慢強さはあるかもしれないけれど、それってただただ我慢させたんですよ。ね。だから、泣けないんです。人の前で弱音を吐いちゃいけないと思い込んでたんです。思い込みです。こうやって私たち人間というのは我慢力がある人、それから、何があっても負けない人、強い人というのが求められるようになってきました。そしてそういう人たちが称賛を浴びるようになりました。そうすると、なおさらのことをそこに合わせて生きようとしました。そして頑張って頑張って歯食いしばってやっとここまで来たぞっていう感じなんですが、意外と思うようにいかないっていうことがあったと思います。それは何かというと、受け入れるということが必要だったんですね。どんなことも受け入れる。で、思い込みを外すということです。思い込みっていうのは何だったんだろう。地球人が作った思い込みでした。それが正しいか正しくないか、我慢したか我慢しなかったか、被害者か被害者じゃないか、そういうことだったんです。そして、いつも時間に追われ、そして、ある時間までにこれをやらなきゃいけないんだ。こうしなければいけない。ねばならない。ねばならないって言ってきた人たちって、もう自分を追い詰めて追い詰めて追い詰めてきましたよ。そして、それに打ち勝ったんだというしばしの、まあ、安堵感とか、若干の優越感とかあったかもしれないけれど、なんだかスッキリしないのね。そう。それは、どんな理由をつけても心から解放された世界がなかったからです。本当にやりたいと思うことを、やりたいですって言えなかったからです。悔しかったんです。言えなかった悔しさ。自由にできなかった悔しさ。それが怒りとなって、怒りとなって蓄積してたんですよ。それがあなたの様々な怒りであり、体の中に様々な炎症を作って病気として発現したりしてたんです。ね、それを一つ一つ世の中ってこんなもんだから仕方がないんだっていうふうに受け止めなければいけなかったのが辛かったんですね。さあ、これが終わりました。皆さん、もう
この地球に生まれてくるというのは、これを全員が終わりにしようと思ってきたんです。皆さんはどうですか？どうやったら終わりになるって聞きたいですか？やってますよ、皆さん。ね、それはね、今までは相手の身になって考えてみるとか、人のことを先に考えるとか、人を愛するとか、そういう道徳的な言葉だったと思いますが、それはスッと入ってきません。うん。それってね、どうしてかっていうと、まず、私が私を解放しなければ、宇宙には帰れないっていうことを知るためなんです。そして、追い詰めれば追い詰めるほど、真面目に生きようとすればするほど辛くなる。そして、鬱になる。自分の行動を制限する。ね、誰も知らない。こんなに我慢してるのに、誰も分かってはくれないという悲しさ、悔しさ、怒り。これを持ったまま、多くの人が他界したんです。そして、そのエネルギーでは、宇宙のエネルギーに同調できません。高い意識に、バイブレーションが、ね、成り立たないと言いますかね。そういうバイブレーションになれないですね。そこで何度も生まれ変わったということが、輪廻という世界でした。輪廻は我慢をすることでもない。そして、本当に自分が自分の気持ちを言えるようになったとき、だいたいこう追い詰められて、もういいやと思ってね、もう切れちゃったなんて言いながら、自分の言葉でバーって吐いたりしますよね。やり方はちょっとまずいかもしれないけれど、バーって吐いたときは、ね、後でこう自分を責めたりしてガクンとくるかもしれないけど、意外とね、時間が経つとね、なんかスッキリするんですよ。なんかちょっと楽なんですね。そう。その感覚をね、思い出すってことが大事でした。そして、そこからね、悔しさとか、人に対する怒りとかっていうのは、あの人がこんなことしたから許せないんじゃないんです。それに対して、本当の私はどういうふうに行動したのかな？私は自分の気持ちをちゃんと言葉で表現したのかなって考えてください。やっぱり周りに合わせたり、忖度したり、我慢したりしたことが多かったんじゃないでしょうか。それが美徳というふうに思い込んできたんじゃないでしょうか。そして私たちはその世界から逃れられないんだと刷り込んできたんではないでしょうか。そういうことが自分の中にあった怒りだったんです。悪いという意味ではありません。あまりにも自分の自由を自分で縛り上げたということに、はっとこう気がつくっていうことが大事でしたね。でも私がこれをやると、例えば私が幸せになると、周りの人が不幸になるんじゃないの？私が母を見ないとなると、誰かが犠牲にならなきゃいけないんじゃないの？この考えを持ったら幸せになります。誰でも私が全部面倒を見なきゃいけないというふうに思い込んでるからです。あなたが面倒を見なきゃ誰かが見ます。それは迷惑ではありません。ただ、あなたがどうしたいかということを表現するということ。こう言いますとね、それって自己中じゃん。わがままでしょ？それじゃまずいでしょっていう。わがままでしょっていうのは、ね、私だけが幸せになっちゃ悪いじゃないですかっていう。そういうふうに、私が悪、その、自分にですね、自分の気持ちに素直になったら、誰かが不幸になるという考え方が刷り込まれてるんです。そうではなくて、その現状をよく見てください。話し合いです。あなたが思ってるほど、例えば、介護をしてもらわなきゃいけないっていう人が頼ってるのかどうかです。もしかしたら、自分でもできることがあるはずです。冷たいわけではありません。本当にできないことは、あなたがするという形か、あるいは人の手を借りるか、あるいはそういう、施設に預けて、いろんな専門の方に見ていただくか、ただその際にお金をどうするか、というような選択の一つなんですよ。ね、どの選択をしても悪いってことはないんです。それがね、なんか自分で知らず知らずに背負い込んでいませんでしたか。
それをチェックしてみましょう。そしてそれが人間の常識だと思っていたかもしれませんが、これは、ね、ただこう自分だけが思って自分だけが頑張っているのに、周りの人は全然私のことなんか気遣ってくれないし、うん、で私に放り投げて私にばっかりさせてというような被害者意識になっているはずです。それも自分で作っていたんですね。さあ、これをやめることです。今日からやめるわってなります。そうしますと、まず書き出してみてください。私が被害者って思ってる人は何が被害者になってるのか書き出します。そしてその横にですね、じゃあこれをどうするか、あれも無理これも無理っていろんなアイデア出しても、あ、無理無理って言ってるのも自分なんですよね。はい、そこにはいろんな方法があるのであれば、それを書き出してみて、実際にそれをですね、自分たちで、工夫をする、話し合いをするという行動に出るということが大事ですね。そういうことをやっていくということで、初めて人の中にはですね、霊的にっていうのは自分の中の意識を表にちゃんと出すっていうことです。ただペラペラ喋るということではありません。自分にできること、そしてまた自分がやりたいことで納得してやれると不満になりませんよね。あの人のためにしてあげたのにっていう、ね、人がどう思ってくれるかっていうことで、見て見て私こんなに頑張ってんのよっていうのを認めてもらうことが幸せだと思ってませんか。それは宇宙の高次元にはありません。うん。で、一つ一つやるときに自分が心から納得し、そしてそうしたいと思うことだけをやると決めてしまえばいいんです。そして、やれないところはなぜやれないか、工夫はできないか、これを考えて解くにはどうしたらいいか、ね、本人も交えて、こういう状態なんだけれど、みんなで考えて一番いい方法を取りたいというふうに話し合いを持つということ。これも地球上で私たちがクリアすべきものでした。これができたらですね、皆さん、もうこの今の状況で、今のような環境の中に生まれ変わるということは、二度と再び起きないでしょう。自分の中で本当に心がフラットになり、鏡のようになっていきます。ね、被害者も加害者もありません。そうすればですね、輪廻という、どうしても生まれてこなければならなかったっていうことはなくなります。それをですね、今回の転生では皆さんでやるということだったんです。そしてそこにはですね、自分が無力だ、自分はできないというふうに思ってきた過去があったかもしれませんが、そういうことではありませんよ。もちろん人の力を使っても、借りてもいいんですね。そして、あなたの意識というのは自由になるということです。自由っていうことは、むちゃくちゃ自由に何でもしていいっていうことじゃなくて、あなたが決断したり、選んだり、体験したりすることは、誰かがこれをやれって言ってるわけじゃないんですね。やらなきゃいけないと思ってやったことです。そうすれば、あなたがやらなきゃいけないと思わなくって、本当にやりたい時にやるっていうふうに決めてしまえば、そこに対してエネルギーが確立していくと、あなたという人の輪郭がきれいに見えてきます。あ、この人はこれがやりたいんだな。はっきり言えるとね。あ、ごめんねって。私はこれをやりたいんだけれど、これは今、ね、やりたいけれど今ではないとか、今はこういうことをやりたいんですっていうことをはっきり言うっていうことです。表現するっていうことです。表現するってどういうことかっていうとね、これも一つ自分の中のエネルギーを創造的に使えるということです。ね、された、された、こうされたって、ひどい目にあったって、これだったら自分で自分は、ああされた、こうされた、弱い、ね、バカな人間なんだ、私ってダメよ、弱いんだって、自己憐憫と言います。哀れ、哀れ、私って哀れ。このエネルギーっていうのもうね、女性なんか大変ですよ。顔見てごらんなさい、ボロボロになるから。ね、肌はガサガサ。ね、もう髪もバサバサみたいになっていくんです。このエネルギー怖いですね。
でもね、いろんな問題が起きます。この地球上で起きない問題ないぐらい起きるでしょう。しかし、それが私たちの霊的なエネルギーを成長させるんです。あなたはその目的のために降りてきたんです。そして、本来の自分がどんなに自由だったか、無限だったか、それを知るというためだったんですよ。ね。その一つの課題として、輪廻を卒業すると。卒業するというときに、いろんな過去のいろんなものも全部、誰が悪かったか良かったかってジャッジする必要は全くありません。ただ、その時はその時です。その時に体験したことは、体験として分かったんです。あ、こうしたらうまくいかないなとか、あ、こういうこともあったなとか。それがいいか悪いかじゃなくて、その時の体験が知や肉となりですね。これからのあなたの人生の、人生をこう見極めていく時に、必要なことだったということなんですよ。だから、このいろんな悩みをお聞きした時にですね、まず自分で自分を追い詰めてたなっていうことに気づいた人が、まず、はっって気づいてます。あ、そうだったんだって気づいてます。それが第一段階ですね。そして、他に方法がなかったのか、その時点ではなかったかもしれない。だけれど、今だからわかる。体験を積み重ねてきた今だから。これが知恵というんです。この知恵の集積によってですね、皆さんはインスピレーションを得てます。ね、宇宙と直結しています。あなたの魂たちとも直結しています。そして、私という人は誰かがコントロールして生まれたわけでも、人生を送っているわけでもないということです。ね。あなたには無限の力があります。そして、この地球に来たこともですね、他の星から来たこともすべてですね、宇宙レベルで進化を続けているということです。何に向かっているんでしょう？宇宙の何に？いえ、宇宙というところ、私自身も宇宙です。存在そのものが宇宙そのものです。そこには、生命のあらゆる形態とも、ですね、同じ命としてつながっているということですね、そして地球という映画館に頭を突っ込んでずっとその映画の中から目覚めることができなかったっていう話です。今パッとその映画館から出てみたら日常生活に戻ってきます。あ、これができる、あれができるですね。だから一つのドラマの中にはまり込んでたっていうことを気がつきましょう。そして今日を境にやめるんです。ね。悪いことではありません。ただ、力によるとかね。力もね、我慢する力とか、そういう力も無駄にはなりません。しかし、もっともっとですね、軽やかに、そのエネルギーを使うという世界もあるんですよ。うん。で、自分の本当の姿が、愛という、宇宙という、その無限のエネルギーによって作られたんだなって、永遠不滅だったっていうことです。で、これから死んでいくっていうことも皆さんはもう必要なくなるかもしれません。これから先ね。だって死んでいくものだと思ってるからね、死んでいきますけどね。ね。そうでしょ？この数千年間、地上での人間の経験というのはですね、非常に、まあ、チャレンジ、する時代だったと思います。で、その、かなりの困難でした。だってこんなの作ってきたんだもんね、私たちね。そして、その理由っていうのは、地球人の意識レベルっていうのが、どん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 追い詰めて低下したってことなんですよ。うん。ね。そして、本当は空を飛べるように、最初からいた私たちです。宇宙を飛べるように。ね。本当に思ったところに、スイスイと行けるような意識でした。テレパシーも使いました。はい、テレポーテーションも使えたんです。しかし、それができないというように、思い込んでから、ね、そういう思い込み、幻想ですね。すべてが幻想の物語の中に首を突っ込んだんです。体を突っ込んだんですね。そして分からなかったんですね。そうするとですね、自分にはできない
という刷り込みがありますから、何を作りました？人工的にっておかしいですけど、自分の中から全てをね、与えてくれる神が存在するというふうに思うようになったんです。神というその宇宙のエネルギーそのもの、愛のエネルギーそのもの、ね、常に自由で無限で愛に溢れたエネルギーなんですけれども、そういうものに対して神という名前をつけたんですね。そして神にお願いをするようになったんです。はい。それが、まあ、依存する神を作り始めた最初でしょう。あなたの中でどうですか？神様、仏様、苦しい時の神頼み、みたいな感じだと思いますが、神はあなたです。あなたは宇宙からやってきて、その見えない世界から来ましたけれど、あなたの魂の兄弟たちは、みんな見えないですけれど、それぞれに生活をしています。そして私たちは亡くなったらその世界に戻っていくんですよね。これも復習です。いいですか？わかるかな？はい。この手を描きましたよ。この青いところがですね、このこう手がありますね。で、線があります。親指です。親指があなたよ。あなたは今地球に来てるの。そしてあなたの魂の兄弟たち。兄弟って言っても私ですね。私1号、私2号、私3号。このグループは今見えないですが、あなたと共にあります。そして違う次元ですが、それぞれに生きています。あなたも地球で生きています。そしてこの左手なら左手全体がこの人の魂です。わかるかな？こうね。はい。魂ですね。はい。ですから、このグループで仕事をしています。ですから、グループソウルです。私はたった一人の孤独な存在ではありません。魂はこのグループのメンバーなんです。そして今回は、このグループたちとの、共通認識を持って、あなたは地球人となりました。この人たちはガイドとしてあなたをサポートしています。で、サポートしていますが、あなたの情報も全部に共有されています。共感もされています。ですから孤独ではありません。この地球での仕事は全体のあなたの仕事として捉えられます。で、ここにちょっと〇〇〇なんて書いてますけれども、はい、これをグループソウルと言います。グループソウルですね。グループソウルですから、時々自分がですね、亡くなったらこの中心にまた戻っていきます。すると、自分がこの中心に戻ってきたとき、グループソウルの中心に戻ってきたとき、あなたのグループたちはそれぞれにいろんなところで同時に生きているんです。パラレルライフです。ですから、あなたが生まれ変わるというときには、ここに生まれ、今ここで地球人をやってるとしたら、あなたが生まれ変わるときには、あなたが過去と言ってるもの、未来と言ってるものも、過去も未来も宇宙にはありません。同時に存在してるんですから、生まれ変わるとき、過去に生まれるかもしれません。未来に生まれるかもしれません。ね。でも、この時間枠っていうのはないんです。これが360個あると考えてもいいと思います。そして、同時に共有してます。あなたの行ったことは、このエネルギーがさらに大きな、大きな、魂の軍団ですね、エネルギーとつながっています。それをマスターソウルと言います。これもあなたです。この巨大なエネルギーもあなたです。というように、こうやって見るとですね、あなたがいかに偉大な存在だったかわかるでしょう？ね、私っていうのは本当に無力なものではありませんでした。言えないけれども、あなたの力はすごく役に立っています。そして、多くの、なんでしょう、この、魂たちと一緒に仕事をしているんですね。はい。で、この神聖と言います。この先の、こういう、この神って名前をつけてる。こういうところに神ってつけてる。神聖ですね。宇宙の宇宙意識です。ですから、皆さんが宇宙意識に戻ろうとするためにですね、それを忘れていたので、
思い出すために地球を選んだということです。そしてそこに戻るためには誰がいいか悪いかという二元的な世界がありますが、それはですね、エネルギーの、なんていうの、性質として、陰と陽に分かれているだけであってですね、もともとは一つの大きなエネルギーだった、ワンネスだったっていうことなんです。さあ、思い出しましょう。あなたにできないということはありません。ただ、そのように行動してなかったということだったということを思い出してください。はい。そして、感じる世界が、あなたを次の世界へと誘ってくれます。ね、私本当にね、こう振り返るとですね、まあいろんなことがありましたけれども、やっぱりなんというか、いろんな人と出会ってですね、いろんな考え方があるんだなっていうふうに思いました。でも幸せな人はそれぞれにみんな幸せ、そして共通していることはですね、制限がないということ。ありのままであるということ。自分の感じたことを言葉にできるということ。そして自分の気持ちを何かの形で表現できる。で、喉を使える。言霊ですね。普通の言霊って難しいことじゃないの。自分のね、本当に感じたこと、言ってることと、ね、思ってることと、言ってることと、やってることが一本になってるときには、もう最高に自由なんです。これが宇宙にいる状態とよく似てます。ですから、あなたを攻撃する人はいなくなります。あなたは、外を見て誰かから何か言われるかもしれないと思ってるかもしれませんが、そうすると、その周波数でどんどんこう下がってきまして、そういう人たちをですね、攻撃する人たちを寄せ集めてきます。ね、引き寄せの法則みたいですけれども、大丈夫ですよ。皆さん、もう多様化です。そんな人が、こんな人がいる、あんな人がいるって、そういうことではなくて、私は私というお花を咲かせましょう。そして、あなたを形作ってきたもの、これはね、人からこうされたか、ああされたかではなくって、いわゆるその形作っているものは、私の考え方だったり、思い方だったり、感情だったりしたということがベースになったんだなっていうことが分かると、未来は決まっていませんよ。ね、あなたの運命は自分で開くです。未来は決まっていません。なぜなら今作ることができるからです。そうでしょ？今日という日は、あなたの今日は最高の今日、今です。だから未来がどうなるか、私たちどんなふうに生きればいいの？ってよく聞かれます。それはあなたがこんな人生で生きてる私っていうのをイメージできたら必ずそのようになります。ではお金はどうなるの、では、家族はどうなるのって一つ一つをみんなが心配するようになって、いますよね。今の状態、あなたがどうなるの、どうなるのじゃなくて、あなたがこうすると家族はどうなるのってあなたが心配していますが、あなたが私はこうなりますというサインを送ると、それに合わせて周りの人はちゃんと自分に合うように設計をするようにできています。ですからあなたがいろんな事情で、例えば家族のもとを離れたりするかもしれませんし、あるいはお父さんお母さんの面倒を見れなくなるかもしれません。子供と離れるかもしれませんし、あるいはもしかしたら家族がね、なんと言いますか、離婚になったり、バラバラになったりするかもしれません。しかし、それは悪いことでもいいことでもないんです。何かと言ったら、それがその時に出した決断なんですね。そしてそれが自分にとって仕方がないのではなくて、今の状態で選択するベストであるということならば、後悔も不安もないということです。そしたらこれから先に、あなたはこれから進んでいく未来に向けて発信していくだけなんですから、ね、過去もあると思ったでしょうが、それから学んだ自分がいるんだったら全然心配いらないじゃないですか。私も本当に、こう、随分長い時間ですね、いろんなところでお話をしたりしてきました。
で、私、宇宙へ連れてかれたのは1977年です。で、それからですね、まあ、いろんな人に出会いですね、小さな子供たち、そして幼児たち、小学生の子供たちにもいろいろ会いました。そしてその子供たちがですね、生まれ前、お母さんの中にいた頃の話、そしてまた、生まれる前のバルドと呼ばれる、まだ中間性なんですね。まだお母さんの、体の中に入る直前までですね、待機して待ってるんですよ。そういう時の子供たちとの話とか、それから、過去の、ある女の子がですね、外国の女の子でしたけれども、そこの、私、たまたまですね、昔、誘導体交催眠というのをある子供たちにかけてですね、お母さんのお腹の中にいた様子を知ろうと思ったんですね。ところがですね、ある、台湾に行った時にですね、その小さい子供が見つからなくて、二十歳ぐらいのテレビ局の女の子が来てくれたんです。で、その子、お母さんとなかなかうまくいかない。で、食べ物問題でいつもなんか衝突する。で、それが嫌で嫌でっていう女の子がたまたま来ましてね。そして、その子を、じゃあ、過去生に戻してみましょうと思って、戻してきました。そうしましたらですね、びっくりしたことがあってね、なんて言いますか、確か、私はね、その、一番近い過去生に戻っていくのかなと思ってたんですね。そしたら、ランダムに戻っていきまして、4回目ぐらいの時に石器時代に戻ったんです。その子が石器時代の時の、時代のことが潜在意識に残っていたことが驚きでした。そこではですね、マンモスをグループで、捕まえるんですね。で、まあ、食事にありつけるかどうかっていう問題だったんですが、そこにいた頃の、風景なんかもちょっと聞いたりしました。怪我を着てましたけれども。まあ、そういうその種が、その子の中に遺伝子にあったかと思うとですね、それは大変な驚きでしたね。そして、その後にいろんな転生をしてきますが、やはりその、強烈なストレスっていうのは、時代、そういうものを超えて、残っていたのかなっていうふうに思いますが、そして食べ物に対する飢餓状態ですね。それが常に何か自分の中に恐怖心として残っていたという世界なんですね。で、別に食べ物がどうかっていうことより、そこにこう、一つのきっかけとしてあったということで、その子はいつも物がなくなる、自分が食べられなくなる、外される、捨てられるという、そういう恐怖心がそういうものを引っ張ってきたのかなっていうふうに思いました。私たちはそうやって、いろいろとですね、妄想の中で、幻想の中で生きてきた地球生活でしたよ。で、これを一つ一つですね、紐解いていくということです。ただ、サイキックとしてですね、何々見えるとか、どこどこに行ったとか、宇宙でこういうことがあったっていうことは、それはそれで素晴らしいことかもしれませんが、それをもってですね、私たち今地球人としてこの宇宙の意識を持った宇宙人ですよ、私たちね、その宇宙人である私たちがこの地球というところで何をしに来たのか、そしてどういう世界を開花させようとしてきたのかということを知ることだと思います。今までの時間も年を取ることも老化することも何か、責められるということも、失敗ということも、実際は、本当の本当はね、なかったんですよ。作り出したんです、私たちが。幻想として。ね。それが思い込みだったんです。その世界に自分の頭を突っ込んでしまってたんです。そして抜けなかったんです。ね、考えてみてください。ね。今流行りの、鬼滅の刃ではないですけれど、映画を見に行って、まあそれはそれでいろんなことを学んできたでしょう。そして、そのスクリーンの中に頭を突っ込んだ形、ね、もう自分は主人公になった形です。そして、帰ってきて、ですよ、帰って、映画館を出てきたらいつもの、電車に乗って帰るとかね、はい。あ、もうこんな時間だとか、
あ、ご飯食べなきゃとか、お家に帰らなきゃとか、そういうふうになりますよね。それとよく似てます。私たちの思い込みで、この人生が流れていることを知っておくとですね、いつちゃんと抜けて冷静になれるかということです。スピリチュアルっていうのは、本当にその意識の、私たちの意識の世界ではありますけれども、スピリットの世界なんです。霊の世界なんです。ね。この仕組みっていうのもですね、またいつか機会があったらですね、皆さんもお知りになる機会があると思いますけれども、あなたのその、スピリットのエッセンス、宇宙の、創造主のエッセンスを十分に使いこなすということで、今まで思い込んできた恐怖っていうのは作られた恐怖だったっていうことであってですね、目覚めてください。そうです。今日境に皆さんはこれから新しい地球、新しい宇宙ですね、宇宙意識、その周波数の世界へと、移行されていくのではないかなというふうに思ってます。ね、いかがでしたでしょうか。今日はですね、いいですか、はい。まあ、この年の瀬になりましたけれども、私もずっと、まあ、レクチャールームというのをやっておりましてですね、今度は、この、レクチャールームのお知らせなんですけれど、はい。見えますかね。はい。東京であります。12月19日です。土曜日です。お昼の時間です。1時半からです。場所はアルカディア市ヶ谷6階、いぶきの部屋ですね。はい。テーマはですね、運命を変えるゼロポイント。まあ、今日の続きのようなお話です。もし願い事、そして本当に希望する人生になれなかった人たちは、どこで、なれなかったか。そしてそれをですね、超越する世界、ゾーンがあるということをお伝えしたいと思います。もしご興味のある方がいらっしゃいましたら、ぜひ、12月19日、1時半からアルカディア市ヶ谷の方にお越しください。また、詳しくは松尾みどりのホームページ、みどりの泉をご覧ください。個人セッションも受け付けております。なお、この E メールのアドレスですが、angels@midori-hyphen-kiroiところですが、マツオとなっています。S がありませんので気をつけてください。マツオ .net でございます。はい、お知らせでございました。ということでですね、まあ、皆さん、今年も終わりになりましたけれども、また来年はですね、いろんなことが起こります。起こりますけれど、心配しない。どんなことも心配する必要はありません。あなたの中にそれを切り替え、新しい、常に新しい、その、自分のエネルギーでですね、自分の未来を作っていくっていう準備が整っています。怖がることはありません。どうぞあなたを信じてください。ね。よろしくお願いします。はい。ではですね、皆さんにちょっと、お知らせというか、もう一つの、ご報告があります。それはね、まあ、今日もお話の中でちょっと冒頭で、お話をしましたけれども、2014年の11月からこのスピリチュアルテレビでお送りしてきたこの放送なんですが、今回で最終回となります。これまでご覧いただきましてありがとうございました。今後はですね、YouTube の、私の松尾みどりチャンネルで配信をしてまいりますので、そちらもどうぞ、よろしくご登録くださいませ。また各地の、講演会で皆様にお会いすることを楽しみにしております。どうぞ皆様もお健やかな年末年始をお送りください。はい。どうもありがとうございました。お元気で。さようなら。